どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、2023年初走り編、今回が第4回目です。前回、新たな道へと突入し、さらに先へと進んだ TF 団。周囲の景色も楽しみつつ、爽やかな林道を駆け抜けました。しかし、不穏な標識の先に、怪しげな雰囲気の漂う道が出現。通行止めの恐怖に怯えつつ、恐る恐る進んでいきます。果たしてこの道の先は、どのようになっているのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。もうそしたらもう、国外もう日本何が流行ってるの日本、オフィシャルダンスオフィシャルヒゲダンスそれそれ、うん、それそれヒゲダンヒゲダンススーパーイみたいなあ、これ違う人いや、それヒゲダンこれはそうでもその曲もいつよ、ね、結構前あれはでもまたドラマの歌かなんかで流行ってるやんあー、何やったっけなあー、流行った流行ったなんかドラマ見てね、今日分からんし下りが怖い俺も怖いんよこの草が怖いんよ、草が滑りそうよしよしよしうまい苔で滑るただあれでも多分20年後ボーカル辛いと思うけどやめた方がいいああなるほどねああいや絶対辛くなるやっぱ将来を将来考えたやっぱりああもう絶対うまいいやまあダンディズム感はアップするなんかここも道はあるねでも多分夏は行った方がいいと思うここ湿ってるってぐじゅぐじゅなっとるいや、うん、やしやっぱ冬場はやっぱそうえだから凍っとるしうんマジじゅくじゅくになった土が凍っとるって悲惨やけどねお前凍ってくれてたやつそう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 今一のアコアコとかそうそうそういやあれガチで来ないでくれって言われたけどじゃあ行くわって言ったらいややめてもらえてとか上から突っ込んでくわいや見に行ったらバイクの人に聞きましたお前が助けてくれ本当面白かったなあれでも本当一人とかやったら抜け出せんもんいやこのバイクの重量抜け出せんかったらよっぽど力ないやろやばあれかな田島のいやでも一人やったら抜けるってだから二人やけお前甘えるやんああそういうことねだからお前成功やろまあ成功成功です成功精神やん誰かに助けてもらううんじゃあみたいなうまい通行止めって書いてていきなりなんか道が終わりそうな怖いなあ前あったよねいきなり断崖絶壁みたいなのあったよね急にどこだったっけどこだったっけまだ行けるやんとか言ったらもう急に道やりくなって急に終わるみたいな死ぬやんこれとかしかも先に何もねえけさあそうそうそのまま行ったら落ちる落ちるこれなんかあの大分の国道みたいな感じおぉ、この時間もあるよおぉ、ちゃんと、なんか普通に林道的な感じやえ、でもほんと通行禁止な、止めなのでも別に、行けんわけじゃないいや、普通に車を通れるまあ、リゴはできんけどまあ、シーティはここでできるそんななんか、明らかになんか、崖崩れとかそういう系でもすごい他どんな他今なんてねそうなんえ何ゲロッ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 パーリベーでももう3、40年近いいやめちゃくちゃ可愛くなんとも言うけどめちゃくちゃ可愛くないもうさ本当可愛いなと思うもんあの時のあれ誰やったっけボーカルやべえ
名前が出ねえ。中森明菜。中森明菜。中森明菜、俺ずっと松田聖子に好きやねん。あー、松田聖子なんか。何お前、ヒロミ号って。ヒロミ号はバカにしてないですけど。まあ、ヒロミ号の会いたくて仕方ないと、あなたに会いたくてがお前、あんたと当時言われとったな。しかも両方いい歌よ。ヒロミ号の会いたくて仕方ない、めちゃくちゃいい歌やけどな。そう言われとったな、それは。これは会いたい、会いたくて仕方ない。ジャケポンだー。紅白一秒も見てねえし、結局5秒見てねえから。いや、さあ、マツケン出ないやん。出せよ、マツケン。マツケンでも年末出とんな。いや、紅白で見たいって。ようわからんさ、うん、デビューしてもねえやつ出すぐらいやったらさ、マツケン出せよ、これ。おかしくない？そうだよ、なんか。ダストロッカーとかね。まあ、他にもいっぱいおったやん。K-POP のやつはデビューしてねえやん。そうらしい。デビューしてるやつ出して何なの？お前宣伝したと思ってた、俺。迫力あるぞ、こっちか。お前普通に通り抜けしてるやん。普通の道出てきた。あ、紅白見てねえ。見てない。何見た？お笑いのやつ見た。俺家族で、あの、何やったっけ、あの、高島ちさ子とか。ああ、ざわつく。ああ、そうそうそう。ああ、そうか、あれも年末あるよ。あれの方がよっぽど紅白よ、面白い。いや、マジ紅白よ。おもってえな、あれ。多分、自分初めてやな、多分紅白。全く見やん。あ、いつも見よう。がっつり見やんけど、例えば5分、10分とか。ああ、はい。そのなんか、変えてない。っていうのはあるけど、今年本当見てねえかな。やっぱさ、ダキュータとか出してほしいよな。ルアーシとかさ。一部の人に刺さる人たちもこう集めた。もうじゃあ、もうだってデビューしてねえやつ出してくれたらそっちいいよ。じゃあ分かった、シャムシェイズ。シャムシェイズ。俺らが君を愛してまーす。だから90年代のアーティストを、もうなんかもうバーッと出そうや。フィールドオブビューとかさ。いやもう絶対そっちの方が。うん。ティーボランとかワンズとかさ、昔のワンズな。あのバンダナつけたやつな。絶対盛り上がるって。ていうかもう過去の紅白も再放送した方が。いやいいね。一応多分視聴率上がるんじゃん。まさに金払いよ、こっち読みになってくれと思うな。まあそうだ。あ、なんかすげえつまらんオナニーバンド作ってさ。あ、ごめん。いや俺らは、うん、俺らはいいんですよ、はい、自分たちでやって、うん、オナニー番組を作ってるっていいです。あいつは金回収してのオナニー番組になってます。もう打たれたらどうする。いやもう受けてたんですよ。お前速攻負ける。これあっこや、これあっこや。ダムの近くのとこや。結局ここに出るんか。結局ここまで。え、すごくない？ぐるーっと回ってきたことや。ああ、そうやね。でもどうやって越えたん？これでも山つながっとん。つながっとんのやね、結局。でもさ、道路切り開いて、うん、右側から走ってきたわけや。あれ？あれ？これ場所違うんじゃん。これ。いやでもあれダムの方やな。あの右が採掘じゃなかったこれ。あれ？あんなんやった？違くね？いや違うな。これ初めて来たとこや、ね。これどこや。まあまあいいじゃないですか。こういうのがいいですよ。これがいいです、このね。俺たちのオナニーチャンネルはこんなもん。え？そうや。制作費のないオナニーチャンネルはこんなもん。そうこんなもん。もう良かれと思ってしたことは君のオナニーだよって言われるぐらいの。簡単に言われたな、昔な。お前の仕事なのかな、オナニーなんだよ。懐かしい。もう今じゃパワハラ。絶対言われてる。今じゃパワハラです。めちゃくちゃ覚えた。まあでも、ほんの10年前はそんな感じやった。ああ、入った時こんなんやったね。少なくとも多分、俺に対しての働きはこんなんやったね。でも今、そんなことあったら、速攻多分。言われるんやろな。でもさ、まあ、今俺らはそうやって言われてもさ、お前らのコンプラって言う？理不尽じゃなかったら、自分がやっぱ落ち度があるやったら、それを受け止める。
こっちのなく言われても言うかなって言われてきたら俺言わんのやな。まあ言わんか、まあそうや。あれは最近ちょっと言おうかなと思うよ。もうなんかいいこと言うのあったなって。ああ、そういうこと。もうそろそろ俺アウトローに行こうかな。これからはグリグリ行くぞ。ちょっとそれは、え、ちょっとそれは、これダメなの。もう左側走りてえな。あ、ここか。あー、ここは行ったことはある。お前の人は信用できんけど、あの時行った。あの男サビ系だか。俺もな、あのな、あったやろ、あのこう10本脇道行った時通ったんですよ。またモザイクかけないといけない。サビ池さ、指がパタッと。ああ、そう、指の運動、指の運動。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れ。